ホールド・フランスは、フランスのコミューン。カリブ海のシ昭アティル諸島南部のウィンドワード諸島に、ある、フランス海外圏マルティニークの県庁所在地である。マルティニーク島西部、ホールド・フランス湾の北側入り口に位置する。市街は、海と丘に挟まれた狭い部屋にあるが、島のどこからも道路によって往来が可能である。1638年、総督、ジャック・デパルケが、 敵の攻撃を防ぐ目的で三類鳥の建設を決めた。鳥はすぐに破壊され、1669年にルイ14世が総督に任命したバース公によって再建された。バース公や彼の後継総督によって鳥は防板式に作られた。元々の名はフォールイコールロワイアルで島最古の都市でカリブのパリと謳われた。 県庁所在地サンピエールに隠れた存在であった。フランス革命時代には、ホール・ラ・レピュブリックと短期間改名されたが、19世紀に、ホールド・フランスとなった。救命のフォール,イコールロワイヤルは、地元で話されるクレオール語で、ホワイヤルと親しみを込めて呼ばれる。このため住民は自らを、ホワイヤルと呼ぶのである。1839年には、地震、1890年には、 大火の被害を受けた。サンピエールが火山のプレイ山の噴火で壊滅的な激を受けたため、1902年にマルティニークの県庁所在地となった。町の発祥の地、サン・ルイトリでは今でもフランス海軍基地として機能している。経済成長の始まった1918年まで、ホールドフランスの水道設備は歩く、周囲を湿地に囲まれ、大熱病の発生地として、 学名高かった。現在湿地は干拓され、広大な郊外コミューンに明け渡された。ユネスコが支援するフランスの NGO 世界で最も美しいワンクラブに加盟している。三類大聖堂、欠片の気候区分では熱帯雨林気候に属する。参照元、1961年から人口の2倍カウントなし、2006年以降、INSEE によるコミューン人口。 ありがとうございます。